ということで、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週データからピックアップしたレシステンシア、見事な勝利だったと思うんですけど、これあれですか、やっぱり博士が得を積んでたおかげですかね。それはそうって感じですよね。スプリンターズステークスでも一番人気になるんかな、この感じでいくと。どうだろうね、まあ、一応ダノンスマッシュが出てくるので、そことの比較にはなってくるんだけど、スプリンターズステークスでも動画を上げていくと思うので、もしなんか気になることとかあったらぜひぜひコメントしていただけたと。それと同時にチャンネル登録もですねしていただいて、毎週これからはね動画公開していこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは今週はセントライト記念が行われます。博士、気になるデータとかこういうレースだっていうことをなんか紹介してもらっていいですか。毎年やっぱりダービー使ってたのが中心のレースにはなるんで、過去10年だと前走ダービー組が7勝2着6回3着5回、馬券対象になったもの半分以上が前走ダービー組にはなるんで、まあここからどれを軸にするかっていう感じのレースにはなるんじゃないかなと思います。じゃあダービー組の中で、まあさらに絞ると、ダービーが先行してた馬が好走率が高くなっていて、ダービー4コーナー4番手以内だった馬で、4323ですかね。なんで、まあ連対率で言うと 58.3% で、まあ馬券圏内って意味だと 75% してるんで、まあこれ、今大体上がるんじゃないかっていう感じですね。前走ではダービー組に注目をする必要があると。親方、なんか今回の注目ポイントなんかありますか。タイトルホルダーなんだけど、この馬ってもともとは戸崎騎手のお手馬なのね。それで、まあ、弥生賞の時にドバイに遠征してて隔離期間で乗れなくなってしまったの。それで横山武史騎手に乗り換わりっていう形にはなったんだけど、それであっさり逃げ切って、まあ次走の皐月賞は横山武史はエフフォーリアがいるんで乗り換わりになってしまったんだけど、今回皐月2着でダービー6着かな、騎乗した田辺騎手を下ろして横山武史騎手に戻してきた。タイトルホルダーってメロディーレーンの判定で、2歳児から岡田スタッドの代表です牧雄さんがもう他賞を狙うって公言していた馬ではあるんで、意気込みが伝わってくるよね。からし出てない人気どころで言えば、やっぱルメール騎手騎乗の音速レースとかもね、やっぱ気になるんですけど、このあたりどうですかね。個人的にはね、若干微妙かなと思ってるんだよね。音速レースって馬主さんキャロットファームっていう、まあ、ノーザンファームの関連のクラブ馬なんだけど、今回もう一頭ルベルカーリアっていうこのシーザリアの子供なんだけど、この馬関西馬なんだけど、わざわざ関東のトライアルの方に使ってきてるんだよね。厳密に外形が違うっていうこともあるんだけど、本当にじゃあ音速レース勝負だったら一頭使いでいいんじゃないのっていう気はするし、休み明けっていうのもあるんだけど、ここで勝負って感じの雰囲気では正直なかったんだよね。あとルベルカーリアに関してもこの馬の福永騎手のお手馬なんだけど、来週の神戸新聞杯にダービー馬のシャフリヤールが出る予定なのね。なので、まあ、ジョッキー的にも買い分けて欲しかったっていうのもあるし、この馬、友道厩舎の管理馬なんだけど、まあ、来週、レッドジェネシスっていう馬がそう予定してるんで、ジョッキー特急車的な使い分けで、セントライト記念になってるっていうこともあるんで、まあ、おそらく人気になってるとは思うんだけど、本命まではどうなのかなと。っていうことは、キャロット2頭は、親方的には両方怪しんだ方がいいじゃないかと。ちょっとどっちも出走経緯的には疑問符がつくかなという。なんか他になんか気になるデータありますか。まあ、このレースも今関東所属の騎手しか勝ってないっていうのがすごい気になるところではあるんですよね。過去10年ずっと関東所属のジョッキしか勝ってないんで、まあ、ルメールはまあ関東でよく乗ってますけど、一応関西所属で、まあ、センタル記念過去5回乗っても2着2回で、まあ、それどっちも一番人気の馬なんで、まあ、そういうことを考えるとやっぱり関西所属の騎手は、まあ、中山の牛が2200でも普段乗らないコースなんでね、そういう意味で関東ジョッキーの方が、まあ、得意なのかなっていうところはありますよね。さっきの話の流れじゃないんですけど、オーソクレスとしてルベルガリアは関西のジョッキールメル騎手福永騎手が騎乗するっていうところも踏まえると、やっぱり関東ジョッキーが乗った方がデータ的には信頼しやすいっていうことでいいですかね。これは
はあの車体レースオークスの公式で掲載されてるんで話してもいいと思うんだけど、相場リアントかな、前走も本当は大野が乗る予定だったんだけど、騎乗停止になって、まあ、エージェントが同じ、まあ、タケシが代打騎乗という形にはなったんだけど、4コーナー先頭ですごい強い勝ち方をしたのね、うん、レース後にタケシがこのままオープンでも十分やれますよっていう話をしてるんだけど、僕が伝え聞いた話だともっとトーンが高くて、このままめちゃくちゃ走りますよみたいなことをちょっと言ってたらしいんです。タケシってそんなに福タイプのジョッキーじゃないの、あれだけベタ褒めしたのはエフフォーリアの新馬戦以来だったんで、おそらく今回はタイトルホルダーは戦略だと思うんだけど、もしタケシが自由にセントライド記念を乗り馬を選べる立場だったら、あのトーンだったら間違いなくソーバーリアンド選ぶだろうなっていうぐらいすごい色気たっぷりだったんで、そういう意味でちょっとソーバーリアンド夏の上がり馬っていうことで、ちょっとここは菊花賞の権利取れそうなんじゃないのかなって思ってるんだよね。なんとなくこう人気は上位のプラス点、そしてマイナス点が見えてきたんですけど、博士何かこの馬が一押しだっていうのを教えてもらえますか。データ的に穴がないのはやっぱりタイトルホルダーですかね。ダービー組で、まあ、先行力があって、でジョッキーも関東の横山武史と、これが一番無難なところかなと思うんですけど、逆になんかここで一発やりそうな穴馬みたいななんかいませんか。アーム 5,6 番人気ぐらいだと思うんですけど、まあ、グラティアス、まあ、これも一応レート的にはジョッキーが関西の松山っていうことぐらいしか嫌うとこないんですけど、特にこのまさっきじゃなくて不利があって、まあ、もったいない競馬で6着だったんで、十分見直す余地はあるかなっていう感じはしてますね。親方、逆にこのセントライド記念で注目する場合いきますか。一頭上げろって言ったらもう間違いなく相場やんと、たけしがあれだけ絶賛してるっていうのは将来的に多分、まあ、重賞戦線で、重賞と言わず G1 戦線で活躍できる馬になっても不思議ではないと思うんで、個人的にはこの馬を本命に推したいかな。それ以外何か注目がありますか。おそらくまあ今回ちょっと人気落ちると思うんだけど、レッドベロシティ、この馬元木村厩舎の管理馬で、現在はあの岩戸厩舎に転勤してるんだけど、現在もあの普通に木村厩舎のスタッフが管理してるのね。通称岩戸厩舎 B って言われてるんだけど、岩戸厩舎 B の管理馬が札幌2歳ステークス、ジオグリス、シオンステークス、ファインルージュと2週連続で重賞を勝ってるんですよ。で今週は岩戸厩舎 B の管理馬はで重賞を掴むのはこの馬1頭だけなんで、これでもし勝つようなことがあれば、まあ、3週連続重賞制覇っていうことになると。そんなことありましたかね、岩戸厩舎。いや違う違う、この馬岩戸厩舎じゃなくてもう木村厩舎なんだ。名前だけ。何よりこの馬って現状習得賞金900万しかないんで、菊花賞に確実に出走するにはセントライド記念で3着以内に入って優先出走権を獲得する必要があると、そういう意味でも今回勝負度合いは高い、狙って面白いんじゃないかな。なるほどなるほど、まあ、お二人から聞いて4頭すでにピックアップしてもらったんで、まあ、ちょっと今回ねちょっとあるんですよ、僕セントライド記念に来たら買おうと思ってた馬がいまして、実はノースブリッジっていう岩田康成ジョッキーが乗る、やっぱ逃げ馬のね残りをちょっと狙いたいんですよ。この馬ラジオ日経賞で3着に来てるんですよ。そのラジオ日経賞を見る限りもうかかりっぱなしで、もしこれが落ち着いて競馬をできるのであれば距離を伸ばした方がいいんじゃないかって僕は思ったんですね。おそらく逃げてくれるんじゃないかということを考えれば、ワンチャン残る目ないですか？ないですか？これはね、マスターお目が高い。なんでこの馬いいかっていうとね、一周前追い切りで日曜のローズステークスに出走予定のクールキャット、フローラステークスの勝ち馬なんだけど、この馬と合わせ馬を行ってるのね。追い切りでノースブリッジが先行してクールキャットを5馬身ぶち切っちゃったのよ。いやもうしかもなんかクールキャットはもういっぱい追われて、逆にノースブリッジは全然余裕シャクシャクみたいな。多分ね、あの追い切り見た人だったらね、今回ワンチャンあるんじゃないって誰でも思うと思うよ、正直。おー、後押し材料、もう全否定されたらどうしようかと思ってましたけど。おそらく人気ないでしょ、この馬。いや、多分ないでください。人気にならないんであれば、クールキャットも物差しにしたら全然いけちゃうんじゃないのかな。なるほど。じゃあ、そんな親方から後押しをいただいたので、今回はグラティアス、ソーバリアンとタイトルホルダー、レッドベロシティ、そしてノースブリッジ、後藤ボックスで一回ちょっと挑戦していいさ。オッケー。おーし。おーし。なんか働きしてきたな。というわけで今週もありがとうございました。ありがとうございました。今週の日曜、ロールステークスもありますけど、3歳牝馬だと、先週のサトノレーナス骨折したっていう発表はあって、ちょっと残念でしたね。いや、本当だよね。秋を越して、どれだけ成長してくれたのかっていうのを考えると、非常に残念っていうかね。なんか新聞の発表
とか見ると、もう8月の下旬に骨折したって書いてあったんですけど、これは1ヶ月近く隠してたっていう感じなんですかね。多分札幌記念ぐらいの時期に骨折してたっていうことだと思うんで、相談師が勝って、週刊誌を楽しみだっつって、なんかワイワイ盛り合わせたのがバカみたいな感じですよね。まあ、その辺いろいろ大人の事情、なんか故障情報って結構ネガティブな話も含まれるんで、例えばだけど、佐藤のが骨折したからじゃあルメール何に乗るのみたいなことで、ね、結構他の機種のエージェントとかがなんか騒ぎ出すっていうこともあるからね。あと、変形調整馬だとグレードマジシャンもちょっとパンクしてるっていうのもあるし、まあちょっとタイミング的なものもあって、まあ、ちょっと言い方悪いけど隠蔽してたっていうのもあるのかもしれないけど、なんか情報化社会といえどもまだまだいっぱい隠されてるなっていう感じですよね。